この動画をご覧の皆さん、こんにちは、もしくはこんばんは、チャンネル風来坊沼です。今回の動画ですよね、ちょうどアルファ、ウルトラマン8シリーズの、ウルトラマンオーブオリジン、ジャグラスジャグラー、そして拡張パーツセット購入したので、それに関することをアップしていきます。ですね、こちらウルトラマンオーブっていうのはウルトラマンオーブに登場したオーブの、オーブオリジンというフォームで、これは基本フォームになってます。で、そしてジャグラスジャグラーっていうのはウルトラマンオーブのライバルキャラで後々共闘します。そしてここで拡張パーツっていうのは、おまけっていうかオプションパーツがついてます。まあ、こちらですね、まあ、ウルトラマン銀河用のは持ってないんですが、まあ、他のオーブ&ジャグラス、ジャグラーの方が入ってるってことで、まあ、購入しました。ではまずこれ開封してですね、いきたいと思います。ではこれ開封してですね、拡張パーツの、オーブカリバーと、カリバーを持たせた状態、そしてジャグラスジャガー、これ邪神剣を持たせた状態の今乗せてます。いやー、なかなかいいですね。ウルトラマンオーブって結構僕一番かなり好きな、好きなウルトラシリーズの一つなんですよ。で、概要、まだ何やってんのよ。よし。でして、ウルトラシリーズの風来坊ということで、まあ、風来坊が風来坊、ウルトラシリーズの風来坊というね、コラボみたいな感じ。まあ、勝手にやっちゃっても言ったちます。そしてですね、こちら、紅ガイも結構いい、変身する紅ガイもいい味出してですね、本当にね、結構ハマった方ですよ。で、関連の動画もですね、まあ、何回かアーカイブに載せてますし、概要欄にも載せます。そしてこちらのショードアルファのオーブも、なかなかいい。あ、やっぱ落としちゃった。また落としちゃった、もう。なんだ、ちょっと。よっと。まあ、塗装はされてないところもあるんですが、この辺ですね。まあ、結構塗装されてないとこもあるけど、おっとっとっと何やってんや。こちらこういう形はなかなかいい。こうやって動きもね、ボロボロ落としすぎだ、もう。結構いい。これやっぱ買ってよかったなぁと思いますよ。で、これもう一方のですね、オーブ、カリバー使った時の、オーブスプリームカリバーっていうのを使えるバージョンがございまして、これまず外します。で、外して、で、こちらはめたバージョンが必殺技のオーブスプリームカリバーバージョンで、はい、こちら、あ、ちょっと落としちゃった。ちょっとね、不器用なレビューでごめんなさいね。はい、こちら。これまたいいな。いいデザインだ。バックとちょっと被らないのもまだ、被んないな。よかったよかった。これ必殺技ですね。いやー、ほんといい。オーブいいね。そしてもう一人の。でもちょっとこれ倒れやすいな。ちょっと倒れやすい。のがちょっと唯一の。ちょっとね、そこだけかな。ちょっと重いんですよ、これ。ちょっと結構重い。いや、結構じゃないけど、まあ見たらわかるんじゃないかなと思いますよ。お察しだと思います。まあその重さっていうのお察しがつくと思います。で、もう一方のジャグラスジャグラーもですね。いや、これまた結構造形もですよ。オーブ同様に結構リアルだと思いますよ。この傷のところも、まあ、ね、しっかりと描かれてますし。そして本編でもね、なんか憎めない、なんかね、何かやらかすような敵だと思ったら本当にこういう形態になってやらかしまして、ね、でも最後はオーブと共闘し、劇場版でも共闘、さらにはですね、ウルトラマン Z でもですね、まあ、準主役みたいな感じになっちゃって、これまたいい感じの味出してましたよ。これもね、やっぱりいいって思いますよ。買ってよかったなって思いますよ。
これ Z と並べたら結構面白いかもしれねえな。よし、いやなかなかいい。この今回のラインナップ発売された時、こちらの2つは絶対手に入れたいと思って買ったんですがね、いや買ってよかったなと思いますよ。あーやべ、かーこれ結構落ちや、ボテボテ倒れるのがちょっと固定がちょっと下手なだけか。ちょっとここ足の動きをしっかり固定し直してと。よし、はい、こちら。いやこんな感じで買ってよかったな。で何回言ってんだ俺は。まあこういう感じですね。今回の動画はこういう感じです。今後も特撮系の動画もアップしていきたいと思います。高評価チャンネル登録をしていただいたら幸いです。それでは。